ロックンロールレディオクラブ、7月の予定ですが、はい、その前に、ザ・バニラブートレックシリーズボリューム4、新譜が出てますので、聞いてください。ライブ会場とか、ダウンロードもできますので、はい、よろしくお願いします。4曲いきます。はい、そして、ラジオですけど、ロックンロールレディオクラブ7月の予定で7月の3日、そして7月の10日はなんと第2次バンドブーム。これね、ね、オートスムさんのこの若かりし頃の思い出なんか、思い出なんかも話したいけど、ね、出会いとか言えばよかったね。それやがってなかった。なかったね。やってない。はい。ちなみに、豆知識として、ザ・バニラ・スープは1988年結成だそうです。そしてその次が7月の17日、イベント、ニコイチでやったイベント、7月12日、251でやりました。小森捧げるブルースの、去年の話も含めて、これ結構反省も含めて、でもごつい話、やらかした話も含めて、これも面白いですね。はい、そして、そのイベントの、出てくれた、台湾のリーダーとちょっと対談しています、はい、それが7月の24日、ウォッシュ、から7月の31日、吉川プレゼントの対談、ということです。はい、素晴らしい。はい、じゃスマイル FM、どこで放映している放送しているか、スマイル FM、毎週木曜日24時30分から、サイマル放送なんで、パソコン、スマホで聞けますので、ぜひ聞いてください。はい、スマホで聞いてください。じゃあ、そんな感じでよろしくお願いします。